こんばんは。髪の毛なんかボサボサだけど、いっか。そう、なんか何も、家帰ってお仕事終わってから何もさ、何も直してない。メイクもだけど、まあいっか。まあ動いたわけじゃないし、まあよしとしましょう。こんばんは。今日はね、すごい可愛い服着てたんですけど、もう寒くて着替えちゃった。そう、家の中ではすごい楽な格好をしたいタイプなので、すぐ最近は着替えるようにしてます。夏でも冬でもどちらでも。まあでも面倒くさいなって時は、全然普通にそのままでいる時もあるんですけど。そう、本当はこんな服って言ったら あれだけど、もうちょっと可愛い服着てたんですけど、寒いからやめちゃった。でも多めに送りました。自撮りしたからそれに送った。こんばんは。パーカーにした。寒いですね。なんか東京雪降ってるみたいなっていうのをニュースで聞いた。雪降ってるんですか？ 雪降ってるんですか？大変ですね。皆さん気をつけてね。雪は危ないから気をつけてね。こんばんは。もう愛知県は降らないでほしいです。降らないでほしいです。降らないでほしい。ほんと。雪ってめんどくさいじゃん。だってなんか低いな、なんか、なんかいいのない。目線が下になっちゃうんだよね。ここだと。ああ、倒しちゃった。なんもないな。こんばんは。すごい猫背になっちゃう、このカメラの位置だと。でも最近なんか三脚の調子が悪くて、すぐなんか倒れてきちゃうんですよ。から別のやつに挿してライトだけ使ってるんですけど、すごい調子が悪い最近。こんばんは。ヤッホー、元気ですか皆さん。今日から仕事始めの方多いんじゃない？もしかして。私のお父さんとお母さんは今日から仕事始めでした。 ちなみに、お疲れ様です。皆さんこんばんは。まつげ綺麗、嬉しい。どうや。その今日ね、全体的に目がゴロゴロする。って感じ。そう、なんかしょあのお正月っていうか、年末年始の食生活がね、まあ毎日お寿司食べてお肉食べてみたいな生活してたので、野菜を全然取ってなくって、口内炎ができてたんですけど、口の奥の方に。でもね、治った。昨日チョコラ BB2 本飲んだら治りました。 もう全然今ね、痛くなくって最高。すぐ治った。公演前に1個飲んで、お家帰ってきてから1個飲んだんですけど、もうほぼないと思う、多分。だからチョコラ BB めっちゃいいよ。治るよ、すぐに。すごくない？だってさ、1日で治るんや。めっちゃすごくない？どんなものが入ってるんやって感じなんですけど。すごいよね。そう、でもめっちゃ痛くて、なんかもう飲み込むのすら痛かったもん、何かを。でも今全然
痛くないし、すごく快適に過ごしている。あ、ここでいいじゃん。こうしよう。めっちゃ寒くない？やばいんだけど、毎日寒い。こんばんは。家族で一番早い仕事始め、あー、まあそうなりますね、そうなりますね。今日、昨日からだったんで、私は。そうです、そうです。私が一番初めでした。昨日のリセットめっちゃ良かった。嬉しい。リセットね、めっちゃね、頑張った。すごい、合わせたし、みんなで。リハーサルも。2回くらいやったのかな、曲でやったし、すごいなんか、なんて言うんだろう、手応えを感じた。踊っててすごい拍手もうすごい長くねしてくださったりとかしたり、すごいなんかやりきったなっていう思いがめちゃめちゃありました。昨日は特にリセット楽しかった。またやりたいな。楽しいんですけどきついねきついね。すごくね、体力が消耗されて、膝にあざがあります。今めちゃめちゃ痛い。そう、膝つく振りがまあ割とあるんですけど、そう、思いっきり多分ガッってなって痛いです。こんばんはやっほー。お年玉です。お年玉企画。そう、あざ今ある、右膝に。すごい嬉しかった。そう、私多分チーム S でリセットをするのが初めてで、そう、初めて多分リセットしたのが去年の制服の目、去年、一昨年か、一昨年の制服の目じゃない、リセット公演で多分初めてやったのかな、だったので、すごいなんか嬉しかった。チームでできたのが、まあ、もともと公演曲だしね、すごい嬉しかったです。楽しかった。ぜひ皆さん DMM 見てください。いつもさっきすごいファンの方がね褒めてくださって、リセット見ました。そう、見た。こんばんは。S公演ぜひまた見に来てください。次は10日かな。さっきコメントで10日も当たりましたってコメント見つけたけど、そう、10日はなんか FC 会員限定の方の公演になります。楽しみ。朝から何度も見てる。お、嬉しい、ありがとう。そう、でもね、めっちゃ筋肉痛やばい。動くだけでも結構きついそう、結構きついからね。そう、まあ、相当な運動量のある曲なんだろうなとは思っております。まあ久しぶりに踊ったしね。まあ久しぶりって言っても1週間ちょっとぶりに劇場公演だったから、まあ久しぶりっちゃ久しぶりだったけど、そう、10日もね、ちょっとね、いい感じの曲をやるので皆さん楽しみにしててください。楽しみに。にわせ来た。にわせしました今にわせしました。さあ、何をやるんでしょうか。10日は何をやるんでしょうか。なんかすごい意外だなって思いました。曲は
そう今練習中なんですけど、うん、意外でした。え、1曲はまあ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 って感じだけど、もう1曲目はね、え、これって感じです。まあ別にすごい嫌な曲とかじゃないんですけど、普通に意外だなって思っただけ。そう、ファンの人はこういう曲好きなんだって思いました、個人的に。なんかでもメンバー人気は高いみたいな話を聞いたんですけど、そう、意外でした意外でした、とても。何をやるんでしょうか、皆さん楽しみにしててください楽しみに。こんばんは。やっほー最初の一文字は、もう言ったらね、分かっちゃう言ったらすぐこれでしょっていう曲になるから言いません。まあ普通に言わないですけど、言いません。こんばんは。言わないです、言わないですしけんのこと、ありがとうございます。つけほてとチーム S のしぐるずきです。こんばんは、ありがとうございます。ありがとう。こんばんは。なんかリセット公演がそもそも私がすごい好きで、リセット公演やりたいな、めっちゃ好きなんですよね、曲が全部好き。覚えるの大変だったけど、リセット公演したいな。試験の方ありがとうございます。スキフォーテッドチーム S の石黒月です。こんばんは、ありがとうございます。リセットもそうだったけど、立ち位置とかで想像してワクワクするのが楽しみ。あ、確かにリセットはね、分かりやすいよね。結構 3人が最初に踊る振りがあるからさ、分かりやすいよね、いいよね。だからなんか曲振りしないみたいな話をしてて、そうでも曲振りしなくても割と分かるよね、リセットは分かりやすい最近はリセット声のユニットすること多くて、奇跡は間に合わないもそうだし、逆トーン様もそうだから、そう、意外とやってるんだよね。あと制服レジスタンスもやったし、意外とやってますね。明日のためにキスはもうやったので、あとあれだけかな、心の端のソファーだっけぐらいじゃない、やったことないの。もうほぼできちゃう。あとありました、リセット公演のユニットだったっけ。フォローしてきます。あ、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。リセットいいよね、やりたい、リセット公演したいな。こんばんは。やっほー、こんばんは。リセットは洗濯物たちが好き。うん、かわいい。まあ嘘、かわいいって、まあ確かに楽しいですね、洗濯物たち。ゆずはホワイトデーにはが好きです。すごい好き、めちゃめちゃ好き。かわいくない、すごい
チョコレートあげてないのにもらえるかなって期待してる女の子の曲だよね。めっちゃ可愛くない？めちゃめちゃ可愛いじゃん。そんな女の子いるんや。すごい可愛い。根拠はないけどね、なんかうまくいく気がするみたいな歌詞ですよね。めっちゃ可愛い。なんてね。こんばんは。チョコを混ぜるふりが自分は大好きです。チョコ愛を混ぜたチョコってやつ、あれはマイクを反対にしてるんだよ、こうやってやるとき。かわいい。ホワイトデーには難しいところはサビが全部振りが違うところ、全部違うの。そうだからややこしい、すごいね、なんか難しかった。激ムズでした。こんばんは。なんてね。昨日初神社行ってきてイズボの夢見たよ。あ、ありがとうございます。意外となんかあれですよね、分かりやすいところにかけたつもりだけど、でもあれかな、多分一番下になってる気がする。あのエマがあのなんだっけ、誰もかかってないとこがちょうど1個空いててそこにかけたので、多分その上から誰かかけてれば、まあ、今隠れてるかもしれないけど一番下にかかってます、どこかの。いつまで冬休みですか？一応ショールームとかは今日までです。今日モバメも今日まで、そう今日まではこうなんかモバメとかもお昼に遅れたりとかするけど、明日からは遅れないし、ショールームもあの普段通りに戻るって感じです。こんばんは。誰もかかってないとこってレアじゃない？ね、すごいレアで、お母さんが見つけてくれて、ここ誰もかかってないよって。そう、なんかすごいレアだなと思ってかけちゃった。誰も かけてないとこにかけました。なんかやっぱりファンの方とは合わないけど、なんか同じ日に行ってたとかは割と毎年会ったりとかして、ただね、会ったことはありません、はずみさきで。ファンの方とは私の記憶ではないです。ありません。そう、ただ同じ時間じゃないけど同じ日の、例えばゆずより先に行ってたりとか、ゆずより後に行ってるとかは割とあったりするけど、そうやっぱ同じ時間かぶるってことはなかなかねないですね。はずみさき次行くのは1年後かな、また2023年の1月の年始に行きたいと思います。こんばんは。やっほこんばんは。やっほー。うん、ハートありがとうございます。ありがとう。そうね、今筋肉痛が痛すぎて歩くのだけでしんどいんです。歩くのしんどいしさ、階段の上り下りとかきついし、なんかふとした瞬間が本当にしんどくて、そう動きたくないんだけど、なんか動きずっと動いてないと逆にやっぱり
良くないから時々立ち上がったりとかするんですけど、めっちゃきつい。全然ね、そう、めちゃめちゃ痛い。体が全身痛いです。特に足かな、足、そう、足がめちゃめちゃ痛い今。こんばんは。公園からの筋肉痛、うん、そうですね、公園きつかったいやでもすごいなんかめっちゃ疲れたって感じはすごいしてなくて、なんでだろう、そんななんか体力なさすぎたみたいな感じはしなかったけど、ただすごい疲れたって感じです。いやでもなんかやっぱ楽しいのも勝ってたかな。でも朝起きた時がもう、うん、ピークすぎてやばかった本当に。あ、これはやばいやつだって思ってベッドから出れなかった。目覚めたけど。好きな方ありがとうございます。 SK48 チームメースの石黒月です。こんばんは、ありがとうございます。そう、昨日はね差し入れを持ってたんですよ。そう、チームメースのみんなにね。そう、すごいみんなが美味しい美味しいって食べてくれて、いや買ってよかった本当買っていってよかったです。あんなにみんな美味しいですって言ってくれるなんて思わなかったからよかった。そう、なんか特にちかさんがその私が持っていくワッフルがすごいお気に入りみたいな、好きって言ってて、そういつもね、そう、そのワッフルを持っていくとわーみたいな、もう可愛いんです反応がいやそんな喜びますってぐらい喜んでくれるの、みんなに、みんなが。そう、めちゃめちゃ美味しいんですよね。そう、だからリーダーがね、そうバレンタインで頑張っちゃうみたいなことを言ってたので、ちょっと楽しみですね。あと2ヶ月もないか、1ヶ月後ぐらい楽しみそう、なんかやっぱ 12人だけど、まあ12人ぴったりだと、まあねあれだから20個ぐらい買ってたんですよワッフルを。そうそう、それでもメンバーで17ぐらい食べて、で3つはスタッフさんに託しました意外とでもみんな2つ持って帰ったりとかしてたり、そう、美味しかった、みんなで食べました、公演終わりに。美味しかったです。さあ、アイカピョンからねスコーンもらったりとか、あとはスコーンもらった、あとなんか通りもんと、あとなんか餅ちょっと名前忘れちゃったけど餅をもらいました。でルーちゃんからもドーナツ棒とかもらったかな。美味しかったじゃないわ、まだ食べてないけど美味しいです、食べたことある、とても美味しいです。あとなんかサンリオの顔がついてるなんかおせんべいみたいなやつをもらいました。まだ食べてないけど美味しいです、食べたことあるやつです、美味しいです美味しいです、きっと。なんかあれですよ、差し入れって結構難しいよね。なんか自分がただ好きなものを持ってったとしても、なんか誰か苦手なんじゃないかとか考えちゃうと、いや差し入れ持ってくのって難しいなってすごい思って、なんかその日の気分とかあるじゃないですか。私さ、自分がただただ好きなものを持って行ってもね、あんまり良くないのかなとも思ったりとかして、すごい難しいなって昨日思った。選んでてとか、どれぐらい持っていけばいいんだろうとか、そうだから いつもなんかもうちょっと買えばよかったって思ったりとかするから、昨日は割と多めに買ったんですけど、それでもなんか割とギリギリっぽかったから、
もうちょっと買ってもよかったかなとも思ったりとかしちゃったりしちゃったりして、だからなんかすごいオロナミン C いいなと思って、ユニット公演の時にハタゴンさんがオロナミン C を差し入れしてくださったんですよ。だからオロナミン C いいなと思ったんですけど、あ、炭酸飲めない人いるのかなと思ってやめちゃった。そうだからやめました。難しいよね、お土産っていうか差し入れ買うのにも。そう、炭酸飲めない人ってやっぱいるじゃないですか、少なからず多分いると思うんですよ。私は全然平気なんですけど、全然大好きぐらい飲んじゃうんですけどね、炭酸は。そう、めちゃめちゃ好き。こんばんは、やっほそう、何がいいんだろうとか考えたり、私はなんかフルーツがあんまり好きじゃなくて、だからフルーツ系はあんまりいつも選ばないです。自分が苦手なものはあんまり差し入れしない。自分が、まあ、食べれるっちゃ食べれるものでなおかつみんなが好きそうなものを選ぶでもフルーツ全部嫌いってわけじゃないから、食べれるものはあるんですけど、なんかライトが食べれるものはあるんですけど、え、すごい点滅してるよ。あ、え、怖い。こんばんは。すごい今日めっちゃメイク濃く見えるな、気のせいか、めっちゃメイク濃く見える。何のフルーツダメ？バナナ、マンゴー、メロン。え、これでもねめっちゃ克服したっていうか頑張った。あと桃、ものによるけど、あとリンゴも、ものによりますね。なんか調理の仕方とかで変わってくるんですけど、え、でもそれ以外だったら割といけるかな。そう、バナナだけはマジで NG NG 出したいぐらい無理ですね。うん、ダメ。こんばんは。そう、それでも割とこれでも減らして頑張って、まだまだ食べれないものいっぱいあったけど、それでも頑張ってここまで来ました。ジュースでもダメなの？あ、でも桃ジュースとか、桃あれあるじゃないですか、ネクターみたいなやつ、あれ好きです。あとリンゴジュースも好きだよ。ただなんか食感が残ってる系ジュースはあんまり好きじゃない。なんかわかります？なんかちょっとなんかうんって感じがして、あまり好きじゃないけど、そう、なんかもう普通に 100% みたいなのリンゴジュースとか全然大丈夫です、いけます。ちょっとでもなんか残ってたりするとあんまり、うーん、好まないって感じですかね。バナナは全部が嫌い。匂いもあんまり匂いもっていうか好きじゃないし、食感はもちろん味は嫌いだし、なんかもう触りたくないし見たくもないので、本当なんか日常生活の中で目に入れないようにしてます。本当嫌いすぎて嫌いすぎて本当に目に入れたくないんですよ。なんか私の生活に入ってこないでほしいから、もう本当重症だと思う自分でも。でも本当に多分一生嫌いだと思います。自信があります、すごく
自信がある、これだけは。なんかもう気持ち悪くなるんですよ、なんか見ると。すごいなんか美味しくないから、うん、なんか本当にやめてほしい。そうか、なんか一時期さ、なんかバナナジュース流行ったじゃないですか。でも本当にタピオカレベルに流行んなくてよかったと思って、そこまで流行ってたら本当私時代についていけないわと思ってたけど、そう、なんか本当バナナ本当よかったです。本当そこまで流行んなくてよかった。本当タピオカレベルにもう世間的にブームとかだったらマジで危なかった。何も多分食べれないかったかもしれない。バナナ革命を歌いますか。あー、まあまあでもチームインの曲なんでね、 S が歌うことはまあないんですけど、きっとまあもし歌えって言われたらまあ頑張ります。その時はでも衣装可愛いよね、バナナ革命の衣装なんかすごい可愛いよねでも私は思うんですよ、すごいそんな嫌いな食べ物を無理して食べる必要なんてないと思うんですよね。無理してでも、いや本当自分が好きなものだけを食べたり来ていればいいと思う。そんな無理しなくていいと思います好きなもの食べてればいいのよ、その他で補えばいい。そこはそう、無理しちゃダメだよダメだよ。こんばんは。いやみんなあるでしょ、一個ぐらい嫌いな食べ物だって。そんな嫌いな食べ物がありませんなんて人ね、なかなかいないよ。知ってるの私のおばあちゃんぐらいだわ。私のおばあちゃんマジ無敵なんです、何でも食べちゃうから嫌いな食べ物はガチでないみたいな言ってる。かっこいい、ほんと尊敬します、そういうところさすがすぎて何も言えない。野菜は大丈夫なの。野菜はなんかメジャーなものはいけるんだけど、なんかグリーンピースとかカリフラワーとかなんかあんまり普段その出てこないようなものは嫌い。あとなんか豆、え、セロリ大好きだよ。セロリめっちゃ好きなんだけど、セロリなんならあれですよ、よくあのコストコで買えます、セロリ。こんな大きい袋のやつ、シャキシャキマカセロリ、シャキシャキ、みんなマカセロリって言ったらシャキシャキって言うんだよ、みやまるが言ってたからシャキシャキ。そう、よく楽屋で言ってるからついに昨日ステージ上で言ったかと思って、そうシャキシャキ待って、セロリがさ星になるのめっちゃ面白くない？多分ダメなワードなんだよね、あの皆さん気をつけてください。ロリって多分いけないやつ星になってるよ。あるは口でいけるんだってさ、セロリ美味しいのに嫌いな人。まあでもセロリは確かにあれよね、好み分かれるなっていつも食べながら思ってる。そう、石黒家のサラダの中には絶対入ってます、セロリは美味しい。だって野菜はトマトが嫌い、トマトは好きじゃないです。でもトマト体にいいって言うから頑張って食べるけど嫌いです、すごい嫌い。トマトジュースとかも嫌いなんだ。なんかこれはあるあるだと思うんですけど、トマト嫌いな人ってまあ割といると思うんですよ、ゆずはそういると思うんですよ。トマト嫌いな人って結構まあ日本の人口まあ多分結構意外といると思うんですけど、トマトは無理なんです。このトマト自体は無理なので、大きいトマトはもっと無理なんですよ。でミニトマトだったらまあいけるんだけど、ケチャップはいけ食べれるみたいな。え、みんなそうじゃない、トマト嫌いな人って。なんかさ味が嫌いなんじゃなくて、なんか食感が無理とか、なんかあのゼリーみたいなところが嫌いとかだと思うんですよ、私が思うには。なんか味も別にそんな好きじゃないんですけど、ケチャップはすごい好きなんですよね割と何でもつけちゃうケチャップ
え、そう、わかります。なんか食感がダメみたいな。そう、私はそういうタイプです。だからトマトジュースとかあんまり好きじゃないんですけど、ケチャップは大好きです。あの、よくマック行くと絶対ケチャップもらうんですよ、ポテトにつけたいから。そう、大好き、ケチャップラブ、ケチャラーなんで。ケチャラーなんでマジでケチャップもらいます、絶対もらう。そう、マック行くとくれるんですよ、ケチャップくださいって言うと、あ、いいですよって言ってくれるんですよ。そう、大好き。そう、ポテトにつけて食べるのが一番好きです、ケチャップラブ、ケチャップラブです。あと何が嫌いかな、食べ物でしょ、人参とか。すごい子供っぽい嫌いな食べ物が。でもピーマンは好きだよ、好きっていうか食べれます。ピーマンの肉詰めとかめっちゃ好き、最近食べてないけど。肉詰め美味しいよね。なんかさ、マジで考えた人天才じゃない、ピーマンの肉詰めっていう料理めっちゃ好きなんやけど、大好き。ピーマンの肉詰めめちゃめちゃ美味しい。あとでもそんなに思い浮かばんな、嫌いな食べ物。そこでそれぐらいかも。パプリカはなんか、うーん、ちょっとなんかそこまで好きじゃないって感じ。グリーンピース美味しくないやん、すごい苦手でした。給食とかに出たらめっちゃ萎えてたもん、最悪と思ってました。なんか給食に出てくる ABC スープがすごい苦手でめっちゃ嫌いだった。なんかだからそれ出た日マジでほんと最悪と思いながら、もう給食食べずに帰りたいと思ってたぐらい嫌いでした。めっちゃ嫌いだったな。そう、それもなんかトマトのなんか残ってるんですよ、食感みたいなものが。そう、めっちゃ苦手。チャーハンにグリーンピース入ってたらめっちゃ萎える。え、わかる、なんかあれですよね、オムライスとかに入ってるグリーンピースとかめっちゃ苦手。入れんといてって思っちゃう、入れんといてほしい本当に。なんかそれだけで美味しさ半減するわ、オムライスの。やめてほしいです。え、 ABC スープっていうのは ABCDEFG アルファベットって言えばよかった、アルファベットのなんかマカロニみたいなのが入ってるスープです。で、なんかベースはミネストローネみたいなトマトの味、トマトとかなんか人参とかも私が嫌いなものがいっぱい入ってるスープです。それはすごい苦手でした、給食の中でも割と苦手な分類でした。あと牛乳も嫌いでした、牛乳は絶対誰かにあげてました。嫌いでした。こんばんは、やっほー。牛乳は嫌いだったけど、あのミルメイクっていうものがあってですね、あのね、ミルメイクだけはマジで好きだったので、それの日ミルメイクはそれが出た日だけは絶対牛乳飲んでた。っていうぐらいミルメイク大好きです、めちゃめちゃ好き。魔法だよね、あんなの、素晴らしいものだと思う、めちゃめちゃすごい美味しいよね。ミルメイクマジで食べ飲んだことない人マジ損してるよ、飲んだ方がいい今すぐに。でもいないか、そんなの。意外とみんないるか、ミルメイク。意外とスーパーとかに売ってますよ、ミルメイク。ゆずはコーヒー味が好きだけど、よく給食に出てたのはココアでした、ミルメイク。今考えたら確かエモいね。スーパーとかに売ってます、スーパーにも売ってるし、なんかそういうドンキとかに売ってると思う、美味しい。
でも大人の人が飲んだらあんまってなるかもしれない あまってなるかもしれないけど、まあ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 、昔思い出して。甘いのが好きな人は好きだし、甘いのが苦手だなって人はすんごい甘く感じると思う。まあ人それぞれです、感じ方は。でもウェザーミルメイク大好きでした。小中出てたんですけど、給食に。めっちゃ美味しかった、大好きだった。なんか愛知県って意外と出るらしい、ミルメイク。そう、なんか全国でナンバーワンみたいな聞いたことある、どこかで。今日のパーカーミルメイクの自分にしか見えなくなってきた。もう1時間経つ、あ、もうちょっとか。今日も40分になったら終わろうかな。ヤクルトみたいな味。いや、なんかなんて言ったらいいんだろう。え、ミルメイクですよね。普通にその粉なんですけど、粉を入れると牛乳に、その味になるのよ。ココアだから、牛乳がココアに変身しますよっていうものです。だからコーヒー味のだったらなんかちょっと甘いカフェオレみたいなのになるし、あ、いちご味もありましたっけ。いちご味だったらいちごになる、いちごミルクみたいな味になる。そう、めっちゃね美味しいんだよミルメイク。何味があるんだろうね。メロンとかあるらしいよ、メロン。コーヒー、エザーコーヒーが好き。あ、キャラメルだって。すごい、なんか液体みたいなタイプもあるんだ。ユズが出てたのは粉でした、赤色のやつ。そう、これこれこれです、これです。バナナあったよね。本当だ、バナナがある。わ、見ちゃった。バナナとか飲めんわ、ダメだ。抹茶、抹茶、抹茶だって。美味しそう。抹茶は普通に美味しそう。コーヒー牛乳の素、牛乳に溶かすだけで OK って書いてある。そう、そういうものです。そう、家にもね、昔あった、昔っていうか結構前に家にありました、粉よく入れて飲んでた、牛乳に。牛乳はパックじゃなかったの、牛乳瓶でした。瓶しか出たことない、牛乳。ミルメイクコーヒーキャンディーだって、すごい美味しそう。めっちゃ美味しそうやん。かわいい、サンリオパッケージなんだけど、めっちゃ可愛くない、これ見て。キャワキャワ、欲しいこれ。めっちゃ可愛いじゃん、ケロケロケロッピとかいるんだけど。シナモン、クロミちゃんがいないじゃん。私の推しメンクロミちゃんがいませんでした。ピエーン、なんか飲み物をなんかストローで飲むのが好きなんですよ、すごい。だからなんかミルメイクの日ってストローがついてたの、だからそれも含めて好きでした。なんか今でもそうなんですけど、なんか飲み物ストローで飲むのが好きで、よくなんかお店とかでなんかこういう大きいグラスになんかお茶とか来るときあるじゃないですか。それでもストローくださいっていうぐらいストローで飲み物飲むのが好き。まあ家ではそんなことしないけど、外でなんかそういう飲み物とか飲むときはめっちゃストローもらう。スタバもそう。スタバってさ、今さ、なんかストローなくても飲めるような容器だったから、いいんですけど、そう、それでももらっちゃう、ストロー。ストロー大好き。ストローしか勝たん。いちごか、いちごミルク苦手なんだよな。喉が。ミルメイク飲みたくなってきた。飲みたい。飲みたい。最近ね、多いよね、ストローなしでもね、飲める容器。私はでもそれでもストローもらえます。なんかスタバもさ、もうね、なんかずっと
紙ストローになっちゃって、まあ仕方ないことですけど、環境のため環境のため、まあまあまあいいんです、いいんです、いいんです。そう、今日もスタバ飲んじゃった。スタバ大好き、最近めっちゃ行っちゃう、ほんと。コーヒーやベンティで頼むからスタプラのストローもらって、あ、プラのストローもらえるの今、知らなかった。行ったらもらえる系もしかして、知らなかった。私はいつも紙ストローです、スタバ。なんか長時間かけて飲むだろうなって時は氷少なめとかにしてもらう。氷なしはなんかあまり好きじゃないから、ぬるく、すぐぬるくなっちゃうから、氷少なめにしてもらったりする。あとなんか寒いけど冷たい方飲みたい時とかは氷少なめでっていう。最近あれが好きで、スタバのほうじ茶クラシックティーラテっていうやつがあるんだけど、最近の割となんか割と最近定番メニューになったのかな。そう、めっちゃハマってる、超美味しい、大好き、めちゃめちゃ好き。今年に入ってもう3回飲んだ。さすがに飲みすぎ、3回飲みました。美味しいです、美味しいよね、ほうじ茶クラシックティーラテ。飲んだ方がいい、ほんとほうじ茶好きだったら好きです、マジで美味しい、美味しいからほんと飲んでほしい、おすすめ、激推しです私の。でメズはあれも好き、寒いなって時はアールグレイティーラテっていうのが好きなんですけど、そう、それも頼むし、たまにキャラメルマキアートに戻ったりとかする。そう、キャラメルマキアートがめちゃめちゃ好きで、一時ね、もうマジで飲んでて、そう、本当にもう狂ったように飲んでたんですよ、毎日。公演があるたびに飲んだりとか、仕事が帰りに飲んだりとか、まあ、仕事行く前に飲んだりとかしてて、そう、本当にやばかった。一時期飲みすぎてやばい、スタバにしかお金使ってないぐらいお金使ってました、スタバに貢いでました。今はそんなことないですけど、いや本当、本当にめっちゃ飲んで、なんかご褒美みたいなので飲んでたりとか、なんかもう水分補給がスタバみたいな風になったりとかしてて、今思えば本当に やめた方がいい。でもそれほど好きだったんです、キャラメルマキアートが。いつもゆずはスタバ行くときはキャラメルグランデサイズのアイスのキャラメルマキアートのソース多めの氷少なめのミルク多めでって言ってます。呪文かのように言ってます、いつも。もう早口言葉よ。まあね、名古屋駅だけでもスタバがいっぱいあるし、私が普段よく行く駅とかは本当スタバばっかあるので、本当にやめてほしいです。そう、私が使う駅がスタバあるのが悪い。そう、スタバがなければ行かないのにさ、スタバがあるから悪いの、本当に本当良くないわ。だってなかったら行かないわけじゃないですか。だけどあるんだもん、目に入ってくるんだもん、スタバが、しょうがないじゃん。そう、スタバが悪い、私が悪いんじゃない、スタバが悪い、スタバがあるから悪いの、そこに。そう、最近お気に入りのスタバがあって、そう、たまにそこ行くんですけど、今度一人で行こうってずっと計画してます。計画してます、いつ行こうかなって思ってる。そう、一人で行きたいんです。スタバ、一人スタバってめっちゃ落ち着くんですよ、知ってますか。めっちゃ落ち着くから、マジで行ってほしい、一人でし、あの持ち帰りじゃなくてお店で飲むのが好きなんです。どこや、教えません、
私にしか、そう言っちゃったらそこが人気になるから言わないゲートタワーのスタバめっちゃ景色いいよね。あー名駅のね、あれいいよね、12階とかにあるとこですよね。あれはほんと行ってほしい。名古屋駅来たら、名古屋駅の名古屋駅来たらスタバどこに行こうって思ったら、あの12階のとこ行った方がいいよ。めっちゃ景色綺麗だから。ただ今の時期はね寒いからね、外で飲むの結構きついかもしれないけど、まあ秋とか春とかに行けばちょうどいいんじゃないですかね、基本的にいいんじゃないですかね。すごい過ごしやすいと思います。外でスタバ一回一人で行きました一回なんだっけ、はいおさめに聞けのラジオの収録前に一人でスタバ行ってそこで飲んだ。富山の世界一美しいスタバ行ってほしい。行きたい。富山、富山行ったことある、あるかな、記憶にないけど多分ない気がするから行きたいな。いいね、そういうとこ行ってみたいな。なんかいいねいいねいいね、たまにドライブスルーのスタバとかあるよね。めっちゃ便利だろうな、なんか車運転する人からしたら。私は別に運転あのできないからさ、すごいあのあれだけど、車運転する人からしたらもうめっちゃ楽よね、絶対降りなくていいもんね。ドライブスルースタバ飲みた。そう今日はなんか女の方がそうスタバのそのほうじ茶で作ってくれて、なんかほうじ茶好きなんですかっていう会話をしたそう好きなんです最近ハマってるんですって言ったら、美味しいですよねって話をしてて、で飲み終わって捨てようと思ったら、なんかたまたまその方がいらっしゃって、ゴミ箱みたいな近くに、そう捨ててくれた、私捨てますよみたいな捨ててくれました。優しい可愛いお姉さんでした。可愛いお姉さんでした。感想が優しい世界ですね。この前行ったと店員の石黒さん、うん違う、今日はねあそこのスタバ行きました、パルコ、パルコのスタバ行ってお仕事終わりに泉ちゃんとあみちゃんと行きました。座って飲んだよ。そうなんか最近はグランデサイズを頼むことが多くて、なんかトールサイズすぐ飲んじゃうから、だったらグランデ飲んだ方がいいんじゃないみたいな感じになって、そこまで値段変わんないし、そう最近はグランデ頼むんですけど、今日はあのお昼ご飯食べた後だったからお腹いっぱいでトールにした。美味しかったです感想が薄っぺらすぎる、美味しかったです。こんばんは、やっほー、こんばんは。うん、なんかコンビニであったかい飲み物なんか買うのが好きなんですけど、スタバは基本的に冷たい方が好きで、そう冷たいのを買うことが多い。なんか最近は寒いからよくほうじ茶クラシックティーラテでって頼むと、ホットですかって言われるけど、アイスでって言うと、あすいませんみたいな、すごい言われますそうなんかみんな多分ホット飲むんだろうね。そう
アイスの方が好きだからアイスでって言うと、あ、かしこまりました、すいませんって言われる。そう、寒いけど、そう、冷たいのが好きなんですよ、スタバは。うん、ギフトありがとうございます、ありがとう。うん、こんばんは。イエイ。こんばんは。やっほー。こんばんは。今日はこの後ダンスの練習をしたいと思います。10日のね、そうやつを練習しちゃおうと思います。まあでももう覚えたので、あとはもう完璧にするのみ完璧にするのみなので、あとはそれだけ。そう、別にそのね、覚えてないって感じではないんですけど、頑張るよ。そろそろ40分になったので、この辺りで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。ではまた明日の配信で会いましょう。明日も夜やります。ちょっと今日はねメイクしてるから、インスタライブやろうかなと思ったんですけど、ちょっと気分じゃないので、ちょっとあと顔が盛れないので今日はやめときます。またいつかメイクした時にインスタライブやりたいと思います。ありがとうございました。バイバーイ。また明日ね。バイバイ。おやすみ。ありがとうございました。また明日。ありがとうございました。またね。また押せない。ボタン押せなかった。バイバーイ。